ヘイヨーケンツメッシです。えー、よろ夜遅くに失礼します。えー、っとね、まぁ、あ、今リビングでまったりとくつろぎながら動画撮ってて、ちょっと救急車の音とかピーポーピーポーしてるんですけど、だから明日の新カード情報が出るって感じで、ドズさんの動画とかでね、ヒーラーが追加かなみたいに、ね、言われてるんですけど、どうなんだろうなっていう風に正直思ってて、まあ、ツイートはしたんですよ。明日の新カード情報ヒーラー室が出てるけど、この 公式が毎回新カードなんかヒントを出すんですけど、例えばゴボリの時は、えっと、骨だったんですよね。手に持った骨で、まさかゴブリの檻とは思わないし、みたいな。そういう部分では、どうなんだろうなっていう。一時期、そのアースクエイクが出た時は、そのアースクエイクの、なんだろう、呪文の何蓋蓋のところが映ってて、 あ、クエイクだね、みたいな感じだったんですよ。それはまあ、その通りだったんですけど、これ、ヒーラーっぽい見た目してるじゃん。羽生えてるし、このなんか、この指に刺さったトゲを抜こうとかしてるんですけど、本当にそうなんかなっていう、なんか、疑心暗示じ,じゃないけど、別にその周りと意見を変えてとかじゃないんですけどなん、なんかね、腑に落ちないというか、もしヒーラーだったらさ、この羽の先っちょだけとかさ、こういう見せ方したりとか、わかんないけどね。この プリンスのこの指のところだけやって、人参かこれみたいな感じでこう考察させ,させたりとか、いろいろあると思うんだけど、ね、こうやって、この画像がこの全てを語ってるんですよ。だからこれ、どうなんだろうと思って、これをちょっとね、考察、その、スターになればね、あの、嫌でも発表、進化と発表されるんで、それについての動画とか出すんですけど、なんかね、こう考察、 もしかしかかたたらできるんじゃないかっ,て言ったところでねこの画像を見てるんですけど、まあね、見てて思ったのは、やっぱこのプリンスの右腕のこのね、やつがあの磁石だよな、ね、マグネットだよね、うん。このマグネットあれだよね、結構あの俺集めてたもん。なんかあの、とあるところのいろんなとこからさ、その磁石を集めて、おったよな、あの、小学校、中学校にあの磁石めちゃめちゃ持ってるような、磁石博士みたいなやついたんですけど、まあそれは一つ置いといて、で、このね、アーチャー、んーヒーラーみたいな、かっこ仮、これね、目がね、うっすら見えるんですよ。 で、口元もちょっと見えるんですよね。ちょっと笑ってる感じはするんですよね。でもしヒーラーだったとしたら、このアーチャーっぽい髪型はカツラなのかなとか。でもこっちがピンクがかってるからやっぱアーチャーっぽいし、もしかしたらヒーラーがね、ちょっとあのーブリーチス、ブリーチして染めたつつあるんですけど、服装がさ、これプリンセスとかさ、アーチャーっぽいなんか、わかる服装がプリンセスじゃないだって、この太もものさ、このマグネットはさ、あのー、プリンセスと一緒なんですよ。 でも浮いてるんだよね。浮いてるけど、これジャンプしてる説もないっていう。わからんけどね。ここに足跡みたいなのあるじゃん。これ下が雪だと仮定するじゃん。おって見えたかもしんね。で、これ木にさ、雪が積もってんじゃん。ってことは雪がこう積もってるとこなんですよね。ってことは足跡がつくんですよ。ってなると、このなんか、一つなんか点みたいなやつは、このアーチャーのこの踏み切った足なのかどうかとか、 ね、この馬はね、プリンスの馬だと思うんですけど、なんかね、こう、その説もあるんじゃないかなっていう。で、この羽は多分大きなヒントだけど、うーん、なんかなっていう。で、このプリンスがバラ持ってるじゃん。いろいろ適当なこと言ってくよ。バラ持ってて、多分これでプロポーズしようとして、この女らしき人が切れて、この、 バラのやつ奪い取ってこの指でこの指でつまんでここにぶっ刺してにやけてるみたいなだったらホラーだけどね俺ホラー系苦手なんでちょっと嫌なんですけどでプリンスが泣いてるみたいなこの泣き方はどうなんだろううん感動して泣いてるのかそれとも振られて泣いてるのかっていうこのプリンスとバラっていうチョイスもねまたねこうなんかうん俺の的にはね人波乱あるかなって感じするんですけどなんかねこの影みたいなのがね気になるんですよねこの足跡みたいなやつもそうだし こっちここのさ、ここになんか大きな影があるんですよね、これ。羽生えてて丸くて、んー、なんかなーどうなんでしょうねっていう。うーんー、ヒーラーなのかなーまあ、ヒーラー、なんかね、俺は腑に落ちないんすよね、本当に。だからクラグは長年やってて、いろいろ新カード情報とか見,見てきたんですけど、本当にこれはヒーラーなんかなっていうふうにはちょっと疑問に思うよね。 うーんどうだろう一時的に羽を生やすやつかもしんないし、でもさ、もしこれが羽だったらさ、ちょっとさ、アンバランスか、いや、なんか、ここさ、どうだろうヒーラーをあんまそんな詳しくは知らないんですけど、だったらもうちょっと一目で見てわかるヒーラーなんじゃないかっていうふうに、うん、うん、うん、なんて感じなんですけど。 うん。謎が深いですね。で、<laughs> 一応公式のツイッターの方で、これがね、あの、ツイートされてて、コメント欄ではみんなヒーラーとかね、ヒーラーっていうのはこのクラクラのこういうキャラクターなんですけど、こんな感じなんですよね。で、アッシュとかもコメントしてて、え、なんだ、あれ、ドズさんもだし、その公式系の人じゃないですか、あの人たちは。で、今までもなんか、新カード情報とか先に持ってたりしてたから、その人たちがまとめてヒーラーヒーラーって言ってるってことは、 ヒーラーなのかなって思う反面、うん。逆に実はヒーラーじゃなくて、みたいな、その、みんなでしか来て、きてる可能性もあるよね。ヒーラーは出さないって聞いたことあるんですよ、なんか。なん、なんとなくね。なんか、い、いつだやのやつで言われてて、まあ、過去は過去だから違うかもしれないけど、あーん、かなぁ、 なんか面探偵こんないませんかここには本当に。ちょっと誰か謎をね解き明かして欲しいんですけど、ここには足跡っぽいのあるんですよね。で、ここ、ホップ、ステップ、ジャンプみたいな。もうめっちゃジャンプ力あるやんみたいなね。<laughs> ヘイストっていうクラクラになんか移動す度だけで呪文みたいなのがあるんですけど、移動す度るかわかんないけど、それでなんか一時的に羽を生やせたかっていうのもあるのかなと思ったんですけど、だったらちょっと強いよね。 ペッカ空に飛ばせばさ、とかいろいろあるんで、うーん、なんかね、こう、ちょっとコメント欄でもみんなでこう、謎を推理しつつ、で、もしこれがヒーラーだった場合は、このね、俺が今まで話したね、発言ね、俺すごく傷がつくので、そしたら誰か俺をね、癒してください。ヒーラーだけにね、つね。え、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 えっと。これが言いたいがために喋ったりとかあるな。ちょ、ここの影がなだって太陽はこっちから当たってるわけでしょ太陽は後ろから当たってるから、あーちゃん、このヒーラーっぽいやつの顔が見えないわけでしょ だから、で、影が映ってるってことは、このヒーラーっぽいやつの奥にもう1枚いるってことじゃねこの影は。なあ、これ。なんや、これ。なんだ、これは。ドラゴン。ドラゴンまさかのドラゴン来る。クラクラにドラゴンがいるらしくて。で、ここ、資源カートみたいなのが、うん、ないかうん、わかんねえな。クリスマスでしょうーん。 なんかこの影っぽいやつだってヒーラーの影にしてはさ不自然じゃない場所がうんだしこれでもし普通にこれヒーラーですよやだら俺この画像じゃあこの影は何ですかとかちょっといろいろねこう聞きたくなってしまうかなって感じではあるんですけどうーん、まあ、人参に見えるわなでヒーラーだとしたらこういう格好をさせるかなっていうなんかいろいろね 一応俺の意見も言っとくか。あの、よかったか。まあ、あそういう楽しみ方もあると思うんでね。ワクワクしながらの新カード待ちましょう、まあ。ヒーラーだと思うが7割。違うんじゃねえか3割。あえてちょっとこういうね、考察動画をね、えー、出してみました。えー、こうやって新カード情報のね、な,なんか、こうやってなんか一枚バンって、ストーリー性があるものを貼られたのって、えー、そうそうないと思うので、なんかこういろいろ発想が広がるのかなって感じはしますね。うーん。 ちなみに、ちょっとこれ、下着は履いてるってかなんか前にありますね。うん。どうなんだろうなぁ、マジで。俺はちょっとこの影がね、気になったかなって感じで、え動画を撮っていきました。でも、単純に奥の木の影とかかなぁ。ここに木の柵はあるんだよね。うん、まあそんな感じで、明日のね、そこを待ちましょう。ということで、おつめしバイバイ。今日ね、いっぱい動画あげたので、ぜひ見てください。